開けなよ。なるほどね。なるほどね。見たい。あ、破れちゃった。これね、破りたくないんだよ。これはね、嬉しいです。で、何が入ってるかわかんないってことだよね。でかいやつがね、実家にあるの。ね、でっかいやつがね。いずれか一種。チリン。音でまず当てるか。なんだこれ。3じゃない気がする。あー、いい。かわいい。最速で外してしまっていいのか、俺はこれを。いいよ、じゃあ、もうこのまま。このまま。かわいい。このね、手がね、金属の匂いするのが好きなんだよね。へー。あ、うん。こんな感じだったと思うんだけどな。ね、なんとなくの外れる場所を知ってるといつの間にかスポット行くんだよ。これめっちゃかわいいなぁ。かわいい。あ、取れた。来た。ありがとうございます。かわいいなぁ。ね、かわいい。ちっちゃくていい。さて、本命ですよ。ちょっと待ってね。ちゃんとね、このルービックのね。今我が家にある一番最初に来たルービックの、ルービックキューブね。はい。パワーされた。はい。もう酒入ってるんだね。もう酒。はい、あとで。いいね。いい。すごく嬉しい、これ。顔は。顔は。ちっちゃいけどでかい。ちょっとあれだね。面がでかいね。ほん。とには、このね、溶き方をまず見ません。あ、かわいい。並び順って一緒なのかな？下白で一緒だよ、多分。赤、緑、オレンジ、青、上、黄色。下しよう。はい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 。はいはいはい。あ、不思議な感覚。普段そこに何かがあるはずなのに。どう？え？原理は一緒っぽい。全くわからない。もう揃えらんないよ。でも多分原理一緒か。中央がないだけでしょ？で軸がないけど。青でしょ？青赤でしょ？だからここには青、オレンジが来るから、青オレンジが、ここにあるでしょ？で、ほらほら、揃ったでしょ、うんうんうん、で、次、こいつが違うところにいるから、こいつは、今、オレンジがいるところに行くでしょ、だから、こうでしょ、で、こうでしょ、お、お、一面。一番下揃った。ここからむずいんじゃない？で、でも、ステップめちゃめちゃ濃い。だって、裏ないよ。気合で全部いけるのかもしれない。緑でしょ。こいつがここに来ればいいから、一回倒して、逃げ場ないけど。倒して、こうして、こうして、こう。俺はどこに何を持ってきたの？明確にしなきゃ。ここに緑を持ってきたいと。するとずれるじゃん。はい。こうしてもずれるじゃん。逃げ場なくね。全部ぐちゃぐちゃになった。わかる動かし方があるね、一瞬。待って、普通のルビーキューブそれかと思い出した。まず下でしょ。まあ、酔っ払ってるんだよね。まず下が揃う。はい、下が揃うでしょ、はい、こういうことでしょ、うんうん、青でしょ、オレンジでしょ、中段がないってことはとりあえず中段まで揃えていいのか、中段下段か、中段下段も揃えていいね、これ参考になるのかな、はい、来た、はいはい、で、はい、上でしょ、同じ手順を繰り返してると上が徐々に揃ってるんだろうな、何も変わらなかった、いやこれ嬉しいな、こんなむずいんだ、味覚に、あ、めっちゃ、こうして、思ってるのと違うところに行く。すいません。今ね、そこまででステップ1。カンニングします。で、上面揃えるがステップ2で、上面側面がステップ3。そのステップだけ教えてもらうの大事かも。6つ。6つ。おあれなんで白が最初揃ってたんださっき。ここだから、こうしてこうしてこうでしょ。うっそーん。もういいや。一回ぐちゃぐちゃになっちゃえ。こうなってるときどうするんだっけ。ピチあれれあれれなんで上に出す方法は一緒なんですよ。だから、これはさ、こっちで言う角なのか、うん、ここなのかがわからなくて。基準にならねえ、こいつ。赤が来てほしいから、まずこいつを上に出すでしょ？で、横来たから、ここか。じゃあ、来た！お？同じだ！
一緒？うん。でほらほらここでしょ。今こいつがここに来る、うん、こう。あー一緒か。一緒だ。一緒だ。すげえ。で下揃ったから。下揃ったからでこれがステップ1なんだって。はい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 、ステップ1の1、1の2なんだって。待って今俺同じ動作の繰り返し3回でスポッと入ったけど、うん、その前何やったか覚えてない。で次、え次が黄色？そう次が上で最後に外。さあシンプルな歯出てきた。だってこいつをここに持ってきたいじゃん。うん、ってくってことは一回反対方向にこうしたいわけじゃん。でもそうするとさ白が絶対こっち来るわけじゃん。うんうん、こうして黄色、待って黄色のそれ方どうするっけ。だってもしかして前面を倒すのか。本当に？お、来た。同じだ。気づきを。だってさ、うん、前倒す。あるし、うんうんうん、で前倒す。前倒すもんね。奥に倒して、うん、崩れました。待って。逆にどうやった？違う、あ違う、なんかもうダメ、もう脳みそが破壊されてる。 2×2 と 3×3 を行き来しちゃいけないのでは、もしかしてバグるんじゃん。そうだよね、うんうんうん、そうだよね。だってよ、うん、中央はさもう固定されてるわけじゃん、うん、中央は絶対変わらない状態で角とかを破壊せずに上を揃える方法がもう俺の体には身についてるってことはさ。ぐちゃぐちゃになりました。帰ってきた。えらい。えらい。で、三面揃ってるとかなんかそういう基準になるじゃない。なんかなんかなんかありそう。で、お前お前来い。あ、でも、ステップ2ちょっと待った、うん、ちょっと待った、うん、こっちだね。本当にこれと見方一緒だ。揃え方というかステップの見方。今上から黄色が消えた状態。絶望じゃない。あ、え、じゃあこうか。いや、手前にこう。いや、だってね、あ、え、さっきね、上に黄色ができたんですよ、うんうん、待って、これ横見た方がいい。そうね、そうね、そうね。で、そうだ、いや、大丈夫、俺はやる。あ、いや、多分ね、こうだと思うんだけどな。え、ヒントいい？いや、いらないっす。いらない？うん。粘るね。固定だと思うんだよね、うん、うわ、多分これ合ってる俺。多分合ってんだよ。だってほら、怪しいじゃん、うん、上黄色でしょ、うん、左右だよ、うん、だってこれさ、ここにさ、こう来るやつだよね。そうだ、ここがこう黄色揃ってて、こう来るやつだよね、多分。だってさ、うん、ここがさ、うん、次の段階行っても無理じゃね？多分、いや、上がさ、こういう、うん、黄色の角が2箇所ないってなった時に、うん、ここに黄色が来るパターンがあるんですよ、うんうんうん、多分今そのパターンになってるんですよ。上が黄色こう揃ってて、うん、ここに黄色が、そうすると、でもそれでも愚直にこれを繰り返すはずなんだよ。中央とこれとこれがないってなると、今こうでしょ。じゃあこうじゃね？こうなんじゃね？
色が一箇所だけでしょ。これもこれこうなんか。うわー来た。あ、もう揃った。揃った。よっしゃー。やったー。